おはようございます。ロックタクシーです。本日もよろしくお願いします。すがすがしい秋晴れ、今日は天気も良くてみんなお出かけするのかな。金曜日だからお昼は仕事かな。そして土日の休みを利用して週末会うカップルとかはデートとかしちゃうのかな。しちゃうかな。どこにデートに行くのかな。楽しく時間を過ごした後に10時過ぎ頃ちょっとコンビニにカップル2人で立ち寄っていろんなものを買ってタクシー使ってちょっと行っちゃおうかな。やっぱな。そんな仲良しカップルに会話で加わることはできません。ロクタクシーが唯一加われる言葉があるとすれば、お客様、こちらも満室です。こちらも満室ですね。どうしましょうか。もう少し行くとあと何軒かあるんですけれどもね。どうします。行ってみますか。それともこちらでお降りになってあの待合室みたいなのって今あるらしいじゃないですか。いやよくは存じ上げますよ。あ、わかりました。じゃあその先の方のね、行きましょう。あまり沈黙がね。でもね、後ろの方でね、なんかこそこそこそ。カップルのね、方はアイス買っちゃったんだね、アイスクリームね。アイスがだんだん溶けてきて、もうびちゃびちゃだよ。びちゃびちゃのぬるぬるだよ。女性の人がね、言います。アイスが溶けてびちゃびちゃ、ぬるぬるになっちゃった。ぬるぬる、ぬるぬる。なんだね、今のプップのブザーは。NG トークってこと？ねえ。男性の方もね、男性の方も男性の方もやっぱ言いますよね。アイスと一緒にコンビニで買ったフランクフルトのもう水分が飛んでだんだん硬くなってきて、フランクフルトがこちこちだよ。どうすんのそれ。フランクフルト、コチンコチンのフランクフルトとぬるぬるのアイスクリーム、そのカップルを乗せてロックタクシー上手にお送りすることができますでしょうか。皆様応援よろしくお願いします。That's alright!